やあ、アリアルさんだよ。メリアルです。あ、どうも、ウプ主です。今回は友人と合わせて5人で運転会ということで、長野県長野市にあるレンタルレイアウトアルプスに行ったんだよね。今回は保護国の時の反省点を踏まえて持っていく車両を少し絞りました。まずはキス車両である681683系シリーズ、これはこの前買ったキュート層の4000番台も含めて全て持っていきます。それ以外はどうするの？リュックと筑波に入る範囲で持っていきます。この前みたいにバッグ3つで行ったり、肩が悲鳴を上げるのでもう嫌です。悪かったわよ。話を戻そうか。それで追加車両は何なんだい？とりあえず敷島と ET120 にスーパーハクト、あとは一緒のケースに入ってる ET127 とデイ10ですかね。今回も4時間の貸し切りなので必要な数は分かりやすかったです。それじゃ行きましょうか。よいしょっと。まずは直江津駅から普通列車で妙高高原駅に向かいます。次は妙高高原から先は管轄が変わるから乗り換える必要があるよ。今回は信濃鉄道の115系ね。ここからまた長野駅まで乗ります。車齢的にもいついなくなるかわからないから乗れてよかったわね。到着、そしてそのままの流れで撮影。洗車でもされたのかしら。やけに綺麗ね。ここで友人が、この近くに模型屋があるみたいだから行ってみない？という旨を伝えてきました。予定まで時間が結構あったのと満場一致によって、駅近物件の鈴懸というお店に寄りました。あ、どうせ今欲しいのなんて全部高いんだから何も買えるわけないわよ。それでこのアム4両は何台？それが僕の貨物を発展させる鍵です。デイジューには必須だと思いまして。普通に衝動買いしたって言いなさいよ。まったく。さて、話が長くなってしまったけど、そろそろ走行に入ろうか。まずは6-1系のスノラビです。前回は9両固定で走ったので、今回は6両から。相方はリニューアル4ダーだね。これは隠蔽。これ681を退避させるよ。こういうシーンは駅で撮ったりしてみたいわよね。もうゆっくりだけど堂々としているのがいいよね。カメラブレッブレでさ。いや、これあんたがやったんだけど。あやって、683置いてあったの忘れてた。これも避けときます。そしたら681に3両を凍結させてまた走らせていくよ。凍結するのはスノラビ 6-3 です。ちなみに手前にある ET127 なんですが、まだ映像を撮ってない時に走らせてたので、赤シャンチャンネルでしか映ってないです。多分赤
後で移住は一周もできずに説教にサクラーを引っ掛けて終わりました。ろくなことしかしてないわね、あんた。いつの間にかキュートソーヨンダーに変わってる。種別はサンダバだね。友人の方も様子を見ます。どうやら ED62 の時に15000と SL 版別物語みたいだね。こっちは115系と281系ハルカと223系ね。どうやら晩越物語は機関車が脱線したようで、復旧まで特急ツバメが走るみたいです。自分のが忙しすぎてそれどころじゃないですけど。それは小編成が使ったあんたの自業自得です。あ、そうですね。映像からの流れるような技法、いい感じね。友人たちがこぞって撮ってるセクシーカー群でも見てみようか。ちょっと画角が違うかな。ちょっとこれじゃない感が。これはこれでいいな。車両交換です。次はロッパー3主体のそのラビと12両に凍結したリニューアルヨンダーで行きます。もうロッパー位置に変えたの。ずいぶん早いじゃない。この辺りから時間を気にし始めてるので、あとちゃんとこの後活躍するのでご心配なく。なんとなく清掃を始めます。
ークはいいけど被ったね。もうちょっと位置調整が必要かな。あれ、今度は普通にすれ違う形になってる。忙しいわね、まったく。本当に戻ってきた。え、そんなに発言に信頼性ないの俺。さっきも通過したようだ。ということは今まで列車同時走行状態か。なんでこんなことになってたのかわかんないんですけどね。並びに関しては何も言わないでおくよ。今度はキューヨンダーのワンメイクです。これは来たか。窓の反射も綺麗でかむりもなし。家が取れたね。また車両交換です。ここに引き島を追加します。なんか381系みたいな連結してる。今回はゆっくり走らせるんだね。一応観光列車という部分を意識したつもりです。とある神が言っていたように 60km/h ぐらいを意識しました。別の有名人も同道しているのがいいんだと言っているので。友人に並走を取ってもらいました。自分で取らなかったの。なんかずっと微妙に速度が合わなくてコントローラーでずっと速度調節してました。このシーンだけでもずれすぎないようにするのが大変でした。
番台を元に戻しました。本当に調節しないと結構ずれるので、ここで待機線に引っ込めます。次はどうしようかな。随分と楽しそうで何より。こんなすぐ近くに来てたのか。こっちは本線通過ね。近い近い。ちょっとさすがに危ないって。いや、このままもう一本のヤード線まで強行突破です。あのアトヨンダーをなんとかヤード線に入れたので、この張った高した 6%3 をちょっと走らせます。なんでかちょっと嫌な予感がするよ。並びがついてる。おっと危ない。それ伝わる人いるのかしら。バレないように準備ができたので、こいつらを通る。え、嫌な予感の正体はこれだったか。ついでに福島もスーパーハクトに交代です。18両は長すぎよ。一見退屈に見えそうなヨンダーも、こういう遊び方ができるからやめらんないです。終わんない。安全になってる。もうわけわかんないわよ。これは友人のスノラビと。ちょっと待って、4号車の母逆じゃんこれ。見逃されなかったか。後で注意しとかないと。こういうのってメーカーが間違った向きに入れて、そのまま購入した人が気づかずにやってしまっていることもあるから気をつけたいね。運ヨンダーラビットが欲しい。何言ってんの。大丈夫、正気。セカナニのヨンダーラビットってハクタカ専属の4000番台ですけど。聞いたのがバカみたいな返答だもん。
目に入ります。トランスリートサンダーバードです。わざわざ四季島の展望車を潰してまでロッパーさんをつなげるなんてね。うちではロッパー1、3の格が一番高いので。まあ君らしいというか。豪華線を一斉開けたので友人が700系を走らせに来ました。ちなみに今走らせているので最後の列車です。そろそろ時間が来るのでここら辺です。ご視聴ありがとうございました。また見てね。